はい、今日の一品です。今日はホットサンドです。パストラミハムとチーズ、マヨネーズ。パストラミのハムは重ねると美味しいので4枚から5枚使います。はい、最後にもう1枚。そして、ケチャップをのせて、挟んでいきます。はい、これで電気が消えるまで少々お待ちください。そして、焼けたら耳の部分を落として、半分に切ったらパストラミハムとチーズのホットサンドの完成です。そしてもう一つ、お皿にラップをして、卵ラップで包んで、これはチンしておきました。そしてツナ缶に、油を絞ってからマヨネーズ、お皿を汚さないようにこの中で、そしてツナ、プラス、そしてレタス、そしてまたマヨネーズ。そして先ほどレンジでチンしておいた卵を乗せて、またサンドしていきます。はい、そしてこれも耳を落として、耳は後でフライパンでバターで炒めて、シナモンシュガーなどをかけて食べると美味しいですね。はい、これで完成です。お弁当にどうぞ。